今回ペイントするキットはこちら。サーティーミッツシスターズより、ルルチャオプションボディ13&オプションパーツ04です。はい、こんにちは、翔太郎です。今回は今ご覧いただいているボークスのファレホペイントコンテスト。こちらのガールズフィギュア部門に出場すべく、サーティーミッツシスターズのルルチャをファレホを使ってペイントしたいと思います。まずは使ったキットを軽く紹介。頭部はルルチャカラー C。髪はヘアスタイルパーツ3のポニーテールヘア3。胴体はオプションボディパーツタイプ A03 カラー C。手足と一部装備はリシェッタカラー A。装備はオプションパーツセット4ステルスアーマー。それらを組み合わせるとこんな感じ。ちなみに完成形は以前こちらの動画で紹介した、この状態のクオリティを塗装でアップした感じを目指していきます。まずは目立ちそうな部分の合わせ目を消したら、超音波洗浄機でパーツを洗って、塗装用のクリップに固定します。そしてここからエアブラシ塗装。ボディの黒はサーフェイスプライマーブラックの上からモデルエアのブラック。装備の紫はサーフェイスプライマーウルトラマリンの上からゲームエアのエイリアンパープル。髪はサーフェイスプライマーのレザーブラウンの上からゲームエアのダークフレッシュトーン。白はサーフェイスプライマーのホワイトの上からゲームカラーのデッドホワイトを吹きます。今回肌色はトップコートのみお手軽仕上げにするので色は吹かないことにします。エアブラシ塗装が終わったのでこの3色にオーバーシェードをしていきます。オーバーシェードに使うのはこちらの3色。紫には仕立てるコントラストのマゴスパープル。髪の毛にはファイアスレイヤーフレッシュ。胸のアーマーにはアポセカリーホワイト。こちらをスケールのアクリルリターダーで希釈して使います。原液1滴出して、リターダーも1滴出して、よく混ぜます。そしたら筆に含ませて、こんな感じでザワザワっと塗っていきます。リターダーを含ませてるんで色のたまる感じの調整とかはだいぶしやすいと思うので、まああんまり時間かけないってことだけ考えればそこまで大きな失敗はないですね。本当はここまでたくさんリターダー混ぜると塗膜強度が落ちちゃう心配があるんで、塗膜の強度のことを考えるのであれば原液2に対してリターダー1ぐらいがいいと思うんですけど、今回は最終的にトップコート拭く関係でこの割合にしてます。まあ、こんな感じで他のところも全部やっていきましょう。今回正直オーバーシェードするかどうかちょっと悩んでたんですけど、こうやってした方としてない方を見比べてみるとやっぱり墨入れ的な効果で立体的に見えるんで、して良かったかもしれないですね。他の2色も同じやり方で塗りますが、アポセカリーホワイトは紫と同じ希釈率で行って、ファイアスレイヤーフレッシュはリターダーと2対1で希釈します。フィルタリングをしっかりしつつシェードとかコントラスト的な少し立体感のある仕上がりにするためですね。オーバーシェードが終わったら最後はトップコート。肌部分には水性ホビーカラーのプレミアムトップコートつや消しで、その他の部分は半光沢クリア。髪の毛のみつや消しを拭いた後で、半光沢を少し拭いてつや感を調整しています。少し光沢感がある方がきらびやかに見えるかなと思います。ここは好みですね。ちなみに希釈にはこちらの専用薄め液を使って、希釈率はどちらも 1.1 にしています。それでは完成したものを見ていきましょう。ということでルルチェオプションボディ 13&オプションパーツ04完成しました。正面、側面、背面から見るとこんな感じで、正面に戻ってこんな感じになっております。いかがでしょうか。個人的には清潔感があってかなり綺麗めな仕上がりになってくれたのでとても満足しています。締め切り直前に作り始めちゃったこともあって少しシンプルすぎる気もしますが、まあいいということにします。いつも 30ms は素組みで遊んでいたんですけど、やっぱり塗ると質感がぐっと良くなって結構高級感が出るのでまたチャレンジしたいなと思いました。ちなみにこちらの作品は北海道札幌市にあるボークスの札幌ショールームに7月15日から8月6日あたりまで展示しております。コンテストということで作品投票もありますので、もしご興味持っていただけた方は実際見に来てほしいですね。あと投票もぜひよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。